いや、今日は体調が悪かったらしいんだよ。それに仮にそうでも、時間にきっちりしてるあいつが天敵の時間にいないのは妙なんだ。外に出られる体調でもなく、出られたとしても帰ってないのはおかしいか。五太郎、病院に行くぞ。まずはそれからだ。分かった。一体どういうことなんだよ。靴も外出着もそのまま。外に出た形跡はないな。出たとしても自分の意思じゃない。月子もさらわれちまったのか。結論を焦るな。判断はちゃんと情報を調べてからだ。ああ、分かってる。なんだ？視線？眷属か。孝太郎、お前がこの階の看護師に話を聞いてくれ。俺は医者の方を当たってくる。場合によっちゃ病院外に出てくるかもしれん。その時は先に帰っててくれ。文子女子の家で合流しよう。分かった。頼むぜ、おっさん。それはどっちかっていうと俺のセリフなんだがな。まあいい、任せたぞ。まさかこんなところでお仲間に会うとはね。用件は何だい。まさか同族が恋しいわけでもあるまい。なんだと。城島月子、やはり彼女もさらわれたのか。それで新宿だと。名城ちゃんもそこにいるわけか。なるほど。その話と今まで集まった手がかりを統合すれば大体の当たりはつけられそうだな。わかってるさ。情報ソースは秘匿するよ。同族の義理ってやつだ。孝太郎の妹のこともな。気遣いは無用だ。じゃあな。手がかりなしかよ。おっさんからの連絡もないし、どうなってんだよ。落ち着け、孝太郎。源之丞のことだ。
何か掴んで動けない方の可能性が高い。そうよ、焦ってどうなるものでもないわ。まずは落ち着きなさい。ところでミュンヒハウゼン、お茶は？そろそろ届きますかと。お待たせいたしました。お茶です。サンキューな、セウダ。だいぶメイドが板についてきたわね。あなたこっちの方が似合っていたよ。おお、うまいな、この紅茶。ありがとうございます。頑張って練習した甲斐がありました。それもこれも私のおかげよ。お電話のようですな。失礼いたします。お嬢様、キム様からです。どうぞ。あら、どうしたの、キム・デジョン。あなたはまだ牢獄にいると思っていたけれど。非常事態です。新令庁の特例で私も一時出所扱いになりました。非常事態ですって？簡潔に説明なさい。約10分ほど前、東京市全域に怨霊の大群を確認しました。高太郎さんの高校に出現したのと同じです。今までにない数です。本命はどこ？それは分かってるの？新宿だ。大体の当たりまではつけた。おっさん、仕事はちゃんとこなしているようね。これでもプロだからな。うん、今のは聞こえて？はい、それならばあとは末端を叩いていれば必ず中枢が現れるか。殲滅と蹂躙は好みよ。やってやろうじゃない。私も怨霊との交戦に加わります。祈らなくても勝つわ。自分のために祈りなさい。手厳しい限りだね。いい男の実力は信用してるのよ。余計な心配は侮辱に当たるわ。そういうものかね。じゃ、早速行きますか。高太郎、メイジョーちゃんとお前の妹もそこにいる。本当か？間違いない。この儀式の核にされてるのはメイジョーちゃんだ。妹さんの方は分からんが、この件の首謀者に誘拐されたのはどうも確実らしい。なるほど、これはきっちり借りは返さないと。ああ、当たり前よ。ミュンヒハーゼン、私も出るぞ。ベース帯を。久々の市街戦闘だ。皆様の分も含めて準備してございます。よし、行くぜ。月子とメイちゃんを取り返す。
高かったんだがね、こいつは。だというのに使えないとはね。いや、目的は果たしたのだろう。ん？見事に避難の時間を稼いだ。見抜いてるとはさすがの眼力だな、リンバウマン。この老いぼれを覚えてくれているとは実に幸いだな。リンバウマン、往年の映画俳優、悪と戦う青い目の侍。俺はあんたのファンだったんだ。嬉しい限りだな、ファンに会えるとは。だが、だからとて手加減もないぞ。客も承知さ。あんたはそういう人じゃないの。雑ではないかな。言ったろ、百も承知さ。良い動きだ。褒めてもらえて光栄だ。ついでに勝ちももらえると嬉しい。それはやれないな。自分でもぎ取ることだ。そうさせてもらおう。行かせてもらうとしますか。甘い、間合いは離させん。姿でね。なんと、侍対人狼か。映画の一本も撮れたかもしれないシチュエーションだ。満足してくれたかい？もっとも B 級だろうがね。陽動はうまくいってるじゃないか。
今や東京市は怨嗟と絶望に満ちている。忘れたかった過去を掘り出され、誰もが僕の苦しみを共有している。その心の闇の黒さは光太郎先輩をもしのぐだろう。さあ黒い結晶よ、この二人の無垢なる乙女を煮えとせよ。我が苦悩を、人々の絶望を飽和させ、世界に黒き悲しみの闇をもたらせ。波紋の陣はここに完成した。光太郎先輩ももう間に合わない。勝利だ、見ろ、僕の完全な勝利だ。さらばだ偽善の人々よ、これで光太郎先輩は僕のものになる。はい、キム手帳ですか。どうも、新令嬢の砂です。あなたの予測通り城が出現しました。どこですか。西新宿、視聴者の上空です。他の皆さんにも連絡を。わかりました、お任せください。西新築、急がなければ。そうね、ほうきの後ろに乗りなさい。ミュンヒハーゼンは各員に連絡を。あ、しかし、でもこの位置から間に合わせるには他に手段がないわ。飛ばすわよ。ではよろしくお願いします、キム・デジョンさん。これで VZ の計算より早く連中はあの城にたどり着くでござろう。ちとマンネリの手口でござったがな。何やつでござるか。はじめましてと言うべきか、久しぶりだねと言うべきか、ま、俺としてはどっちでもいいんだがね。全世界の美女とついでに正義の味方、ローゼンキャバリエ近衛隆之水産。見え隠れしてた影はやはり君だったんだな。白にして真珠のロジャー・サスケ。